過去に疑問があるのかい？みんなの力になりたい。百輪の花が咲き終える頃にてめえの命は消えている。過去に疑問があるのかい？春神と呼ばれたこのわしに追いつこうとは100年早いぞ。滑稽じゃな。死神でも死には恐怖するものらしい。逃げられないわよ。みんなの力になりたい。一発決めてやる。話はそれからだ。君は家に帰って、マリでもついてなさい。ごめん、もっと6番さんだっけ。日は今熟した。戦うときは常に全力だ。他に戦いようを知らない。力の差を教えてやる。隊長が戻ってくる前に終わらせるぞ。俺の中に眠るクインシーの血、少しだけ力を借りるぜ。とどめと行こうか。兄弟、久しぶりにやってみるか、剣道ってのをよ。いつから錯覚していた。しいと思わない？見せてやるぞ、本物の暗殺を。女相手にこっちから手なんか出せるかよ。君は家に帰って、マリでもついてなさい。やってやろうじゃないの。知ってるか、剣ってのは片手で振るより両手で振った方が強えんだとよ。いいね、興味が湧いてきたよ。あいにく僕はただの人間じゃない、クインシーさ。正義が足りぬというなら、私が正義そのものになろう。
遠慮なく行かせてもらうよ。奇跡は一度だったよな。じゃあ二度目は何だ。君は家に帰ってマリでもついてなさい。どうも、遅くなっちゃってすいません。過去に疑問があるのかい。絶望と共に戦う、それが三番隊の戦い方だ。この僕だって意地を張って喧嘩を続けるのさ。みんな覚えやすくていい名前だって言ってくれますよ。わしはウェコン殿、わしは神、永久に死なん。俺の千の刃にその一本の刀で挑むことがどれだけ無謀なことか。ちゃんと謝れボケ。まったくおめえは。僕はオクターバエスパーザ。私は拒絶する。全ては正義のため。